YouTube 聖書進学校の時間です。聖書のょ論、うん、の時間となりました。今日は、えー、コロニトリント・人ピトの手紙第2のろ論となります。では早速学んでいきたいと思います。えーえー、コロニトリント・人ピトの手紙第2の貯論、えー、著者、パウルによって書かれたことは 一章の一節、十章の一節から明らかであるが、えー、文体や内容からもパウロのものであることが十分にうかがえる、えー。執筆年代、第一の手紙からそれほど時間が経過し,しないうちに書かれたと思われる、おそらく1年以内であろう、56年か57年頃執筆場所、えー、マケドリア マケドニアから書かれたことは明らかである2章の13節7章の5節から7節8章の1節9章の2節から4節具体的にはピリピからという意見が,が強いそれはある写本や写本の守備にピリピが書かれたという中記があるからである末尾にピリピから書かれたという中記があるからである 執筆事情、パウロはエペソで第一の手紙を書き、また手持ってを派遣したが、第一コリント人の手紙、16、えー、章の10コリントの教会における数々の問題は依然として解決し,しなかった。そこでパウロはエペソから海を渡ってコリントを短期間訪問したと思われる。第二コリント人の手紙、12章の14節、13章の1 1>, 1節と2節でパウルは今度行くのは3度目であると言っている人の働きの記事では第2回、えー、伝道旅行の時にすでに一度コリントを訪問しており、えー、第3回伝道旅行の時にも一度訪問しているがこの訪問が3度目になるのはこの2つの訪問の間にもう1つの訪問があるはずであるまた2章1節で述べていることから この短期間の訪問の時にパウロは相当厳しいことを言って、えー、コリントの人々を悲しませたと思われるこの訪問の後に、えー、今日で失われてしまった、えー、一通の手紙を涙ながらに書き、えー、2章の4節テト,スにテトスに届けさせたしかし、えー、テトスが帰って報告するのを待ちきれずエペスを出発して、えー、トレヤスに行ったがまだ テトスが戻らなかったのでついにマケドネアまで行った2章の12節13節そこで帰ってくるテトスに出会い7章の5節と6節コリントの大部分の人は食い改めたという良い知らせを聞いた7章の8節と9節しかし少数とはいえ依然として食い改めない人がいたので彼が訪問するまでに食い改めるよう勧めるため この手紙を書いた。したがって、えー、手紙の前半には、コリントの人々が悔い改めたことを喜ぶパウロの気持ちが現れているか、10章以下は依然として悔い改めない人々に語りかけているため、厳しい調子調子になっている。アテサキは、コリント人の手紙第1のチョロのアテサキの項を参照。えー、特色、えー。この手紙には、パウロの個性や感情が非常に、 よく表れている。彼の苦難、一章の八節と九節、十一章の二十三節から三十三節、不安、二章の十三節、七章の五節、感謝、二章の十四節、八章の十六節、九章の十五節、勇気、四章の一節から十六節、希望、五章の一節から十節、喜び、七章の七節から九節と十三節。 残り11章の16節から18節、12章の1節から5節、愛12章の15節などはその一部であるさらに献金についての教えが新約聖書の中でも最もまとまった形で教えられている8章9章また13章の13節は教会,での教会の礼拝で最も一般的な祝祷として用いられている主題 私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。4章のご説。はい、えー、以上です。えー、コリントビートの手紙第2のチョロ論の学びでした、えー。感謝いたします。えー、次回の聖書貯論の時間に、えー、お会いいたしましょう。マスターとイエスター、See you a g a i n p a ーイ、s i o n p l